さんこんにちは。こんにちは。スマイル先生のハート教室です。1ヶ月ぶりですね。ちょっと可愛らしく、はい、ちょっと可愛くなかった。可愛いです。はい。スマイル先生のハート教室はですね、今回で3回目の配信になるんですが、前回はですね、パレスホテル掛川の佐藤さんに一緒にね、配信させていただきました。今日はですね、素敵なゲストさんをですね、プラス1名、入れさせていただきました。まずゲスト様のね、ご紹介をさせていただきます。はい、ゲストさんは宮城島かおるさんです。よろしくお願いします。はい、続いて、いつものコンビの佐藤義行さんです。佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そんな中でですね、マナースポンサー様のご紹介を、佐藤様よりお願いいたします。はい。今日2回目です。めっちゃ噛むんですよ。絶対噛まないと思う。めっちゃ噛むって言われるとね。噛みたくなるよね。はい、バナースポンサー様の紹介です。はい、ありがとうございます。もっと楽しく、もっと自分らしく、笑顔の家づくり、ウィングホーム株式会社様。よっ、ありがとうございます。今ね、一気に入ってくるね。すごいね。よもぎ虫とマッサージ、生理痛改善サロン、カウピリ様。カウピリ様、ありがとうございます。ママの笑顔は家族の太陽、はい、ドリームボード認定講師坪井美樹様、ミッキーさん、ありがとうございます。ペットの複合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。亀屋鍼灸者のびのび様、ありがとうございます。心理カウンセラー吉本みかん様、はい、よっ、みかんさん、ありがとうございます。美容の力で世界を笑顔に、はい、グロイの松江区脱毛はソワニエ様、ありがとうございます。抱っこで産後エクササイズ、お寺でベビーダンス、皆川由紀子様、ありがとうございます。手作り雑貨とワッフルのお店、サムズカフェ様、はい、ありがとうございます。世界で一つの贈り物、日本ハーバリウム協会認定校、アトリエシャルマン様、シャルマン様、ありがとうございます。素晴らしい。はい、掛川 TV は以上のスポンサー様のおかげで成り立っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、この3人でですね、今日は進めていきたいなと思います。で、皆さんね、結納って何だろうっていうふうにね、また戻ってしまうんですが、結納はですね、簡単に言うと何だろうね、佐藤君、分かる？ちょっと難しいか。簡単に言うと、結婚の、結婚の契約の儀式。はい、そうだね。そうですね。はい、その通りだと思います。お約束をですね、する場になっております。で、昔はですね、この、今、皆さんのところに、遺品入れがですね、なまって、遺品入れで、結納になっております。遺品入れが遺品入れとなる間に、結納の字を当てて、これを言うと読み、言うと読みっていうんですが、上の字が訓読み、下の字が音読み、訓読みですと結ぶという字が言う、脳が訓読みで読みますと脳ということで、結納というふうに言われております。で、今佐藤君から言われましたけど、お二人の結婚の約束をご両家、両親の前でですね、形として表すもの、その場で、2人は結婚しますよというですね、誓いの場になります。で、結納はですね、実は結納式っていうのはですね、5分か10分で終わってしまう場合があるんですね。で、私の場合はですね、実は何十年か前に結婚した時に、私お婿さんなんですよ。そうなんですね。そうで、結婚する時に結納したんですよ。で、僕は嫁じゃなくて向こう養子で行った方だもんですから、うんうん、段取りは何もしてないんですよ。向こうがしてくれるからね。そうなんですよね。で、言葉もですね、行く親しくよろしくお願いしますって相手から言われて、行く親しくお受けしますの言葉で終わっちゃったんですよ。で、結納ってもうそのぐらいでいいんですね、本来は。ただ今ですね、結納っていう結納はですね、うちのホテルでもですね、年間に1組あるか2組あるか、もう本当その年度によって非常に少なくなってきております。
で実際に顔合わせがですね、まあ、50組ぐらいありますとですね、その中で結納していただく方がいればなという私自身の運動活動になってます。でこれは日本の文化になりますので、どうしてもですねこの結納をですね皆さんにお伝えして、もっと気軽にですねホテルまたは料亭またはお寿司屋さん、そういったところですね皆さんご利用いただけると嬉しいかなと思っております。で実際にですね、あの三浦さんね、三浦さん結納されました、簡単に、うん、ああ、じゃあ例えば結納品っていうのがあるんですが、うん、こういったものがね、うんうん、いくつかあるものがあるんですが、こういったものっていうのが取り交わしとかされ一応いただく、はい、で、両家揃って、はい、っていうのが遠い昔なんですよね。いや遠い昔なんですよね。宮城島さんと私の世代と同じにしちゃいけないんですが、まあ、10年以上の差があるんですが、うん、結納ありましたよね、その通りね。ありました、でやっぱり結納っていうのはですね、今、うん、昔に比べたらもう全然ないっていうに等しいんですけども、うん、その結納の記憶をねたどって皆様に少し お伝えできればなと思います、うんうん、で先月まではですね品々をすべてお持ちしました、うん、結納の並べ順というテキストが ありがとうございます。9品目、まあ、こちら9品目のサンプルなんですが、結納は5品、7品、9品とそれぞれの結納品の数があるんですが、一般的にですねこの静岡県におきましてはですね9品のものをご用意する結納品が非常に多いです。で結納品はですね前回もこうご説明させていただいたんですが、目録があるんですね、まあ、ちょっと画面上皆さん小さいかもしれませんけども、はい、目録。あ、映ってますよ。はい。あれ今日なんかすごい絵を。絵にしました。絵を描いてきましたね。いつもなんかロケットみたいな。目録でですね、長野市になります。で、こちらがですね、結納金をお入れしていただくものになります。うんうん、で、あと、かつお節に、スルメ、昆布、ともしらが、末広、家内、来たる寮ということでですね、うん、先月までご説明をさせていただきました。そんな中放送最後の時にですねこの家内来たる寮って何っていう話をいただいたんですが、この字のごとく家内が来たるよと、家内がうちに喜んで来ますよという意味です。ですから、はい、この柳だるとも読めます。でこの家内が喜んでうちに来てくれるよと、例えばね新郎さんの方がお嫁さんをいただくということであれば、新郎宅に喜んで来ていただけるよというのがこの家内来たる寮になります。でこのもう一つの読み方が柳だると申しますので、柳だるって皆さん分かりますか。樽に入ったお酒のことなんですね。あ、はい、こう棒がついてこう持っていくようにね、こう樽がついてて、赤いのそうです。それが柳だると申します。と、うん、いうことはこの家内来たる寮っていうことは自然に何のことか意味がありましてね、いろいろ結納品に関しましては一つずつ意味があります。うんうん、でこの家内来たる寮の飾り物を見てください。これ素晴らしいんですね。松があります。これがね松、緑が松なんですね。はい。であと、竹があります。松、竹、そしてピンクが梅になります。松竹梅だ。なるほど、その通りなんですよ。もう縁起物になっておりまして、まあ、松竹梅がこの家内来たる寮には使われております。でこの松はですねどんな意味かと言いますと、1年を通しまして、いろんな四季がありますけども、松って変わりませんよね、色がね。ずっと緑でいい、はい、ずっと変わりなくいてくださいねっていう意味なんですよ。変わっちゃうよね、結婚すると。変わっちゃう、変わんない。僕は変わってない。はい、の身だけは守り。ですからね、こういう意味合いもね、先月ちょっとお話ししたんですが、結納一つとってもですね、意味合いがあるんですね。で、お相手側から差し上げるものに対して、ね、変わらず式を通してね、一緒に素敵な人生、ね、毎日を過ごしましょうよという意味です。ですから楽しいことも辛いことも泣けちゃうようなこともあるけども、一緒に変わらずね、一緒に行きましょうよっていう意味合いになってます。で竹はですねこれからの人生の中にですね、いろいろあると思うんですね、いろいろあるけどもまっすぐ成長していきましょうよと、二人でね気づいていきましょうよと、で自分たちの家庭を築いていきましょう、まっすぐもうね目標に向かってね、目標はないかもしれませんけども、本当にのびのびと暮らしていきましょうよという意味合いです。でこのピンクがね私大好きなんですけど、
香織さん、ピンク梅だよね。そう、梅な、それでどうした？梅は皆さん分かります？今この春になりましたけども1月からこの3月、今もう中旬になりましたけども、一番先に咲くお花って何でしょうか？あ、い、違う梅だ、覚えたよ、梅です ね、 そうね、あっと言って、いって言って梅と、梅、はい、ってことで、はい、あゆめ、実はですね、笑いですよ、はい、これは今連携でしたから、今連携あるんですよね、あで、いで、梅と、すごい辛いです、梅なということでね、はい、保育に関しては笑ってもらったですから、こういった結納品の一つ、家内生きたるよ、柳だる、まあ言いましたけど、お酒の意味合いでもありますし、神父さんが喜んでうちに来てくださいよっていう意味合いです。で、じゃあこれ何が入ってるかということなんですね。これ何が入ってるかってこと、何をお入れしたらいいかなってことなんでしょう。酒代。何でしょうか。酒代。佐藤さんどうでしょう。何が入ってるんでしょうね。ね、商品券。あ、いいかもしれない。いいかもしれない。今風でいいかもしれませんね。商品券。助かる。助かる。はい。実はですね、これはかなり忌憚料の中にはですね、現金を入れます。うん、はい。唯一この結納品のですね、旧品ありますけども、目録、長野市、御帯路、まあ、結納金ですね、うん、かつお節にするめに昆布にともしらが、あと末広に、かなり来た量の中に2つだけ現金をお入れします。もう1つがこのかなり来た量です、うん、お酒代です。からお酒代ですので、じゃあお酒代ってじゃあいくら入れればいいかってことなんですよね。お酒だと3万ぐらいですよね、はい、なんで3万なの。いや、なんか樽この前売ってたよ、3万、3万だけどね、うん、まあね、ゲストですから、その通りでございます、はい、実はですね、昔々、ある昔、本来は清酒でいいんです、清酒、うん、清酒をこう1本持ってきて、うん、お、俺はこれ持ってきたよと、うん、その結納の席にね、結納の席っていうのがね、結納の席があって、お相手の女性の宅へ行って、うん、新郎側はお酒持ってきたんですよ、うん、でお酒で持っておいて、うん、で結納式の後っていうのは祝宴をされるお家が多いんですね、うん、その祝宴の時の飲み代はうちで払うよっていうことなんです、うん、で皆さん勘違いしないでくださいね。お客様で一番多いのは、うん、実はお嫁さんいただくんでしたらば、うん、私たちホテルにいただく、うちは請求するのは女性側です、うんうんうん、これ勘違いしないでくださいね。これ新郎側様がホテルにお金を払おうとするんです、うん、これ間違いなんです。勉強になった。わかります。勉強してるよ。ですね、これね、ホテルマンで一番大変なのは、新郎様がホテルに結納を予約しに来た時が一番大変なんです、うんうん、皆さんも 100% 知った以上に来ますから、うんうんうん、で会計も実は新婦さんがお支払いしますよってことをちょっとでも言うと顔色変わります。お前なんてこと言ってんだ、俺がお金払うんだぞという顔なんですね、うんうんうん、そこが接客の面白さなんね、なぜ神父側様がお金を払うかということなんですよ。これだから、これそうなんですよ。今ね、ゲストの宮城島さんがおっしゃっていただきましたけど、新郎様がこの結納品の旧品を一緒に神父宅へ持ってくるわけです。で持ってきた時に現金が今2つありましたよということで、家内来たる料と結納金、豪華だね、豪華な箱だね。でこの家内来たる料がその場のお酒代ってことを今お話ししましたので、うんうん、ですからホテルにお金いらないんです、うん、この中から、この中に私たち例えば新郎がですとすればですね、うん、父母がいらっしゃれば、うん、父母私で3人、うん、3人の食事代がこの中に入ってるんです。食事代っていうか飲み代が入ってます、うんうんうん、はい。でさ、その飲み代現金は2通りの考えがあって、字のごとく柳樽というお酒の名前ですから、うん、酒肴料、まあ、お酒を持ってくるか現金なんですね、うん、で今はほとんど皆さん現金です、うん、じゃあいくら詰めていいかってご質問いただくんですが、うん、これは新郎新婦様といらっしゃった時には、うん、新婦さんの前に金額は私たちは提示しません、うんうん、隠れてこうメモ帳をね、メモ帳をちょっと折って新郎様って言って、こちらの金額ですってこう書いてお見せします、うん、ですから相手に自分たちがお支払う金額を当日まで私たちは教えないように誘導してます、うん、
そこで教えちゃったら、何あんた少ないじゃんって言われたらね、恥ずかしいですので、うん、本来は日本酒1本、1.8 リットルの清酒1本、うん、焼酎梅ですと3000円ぐらいですか。そうですね、お酒1本にすれば3000円済んじゃうんですよ。でもね、これ現金詰めで3000円ってわけにいかないんですよね。ゼロがもう一つ、僕らはこれホテルマンとしてうんと、うんと言いたいんですけども、うん、うんと言って近い言葉で濁します、うんうんうん、よくそのようなお数字をあのお見かけしますけどもという言い方しかできないんです。だから今あの宮島さんが3万って言ったんですけど、1人1万1万1万っていう計算ですよね。そうですね、はい、私もそうですよって言いたいんです、うん、でもそれを言えない、言えないですね。よくお見かけする金額でございますねということで、またご検討いただければ。実際にこうやってね、あの新婦さんが横にいらっしゃった時には新郎さんにこの金額ぐらいですよってことは正直に言ってます、うんうん、はい、お相手がいる場合にはあのはっきりその金額ですよってことはですねお伝えしないです。ですから結納品の9種類の9品の中にですね、もう一つ大きな現金が入ってます。これがですね、袴料はい、はいはい、御帯料、はい、御袴料と2つあります。これどう違うか分かりますか、うん、こっちが女性用、うん、こっちが婿さん用、そういうことですね、うん、はい、はい、正解です。やったー。なんでございます。なんか何かある、なんか商品的な次回の、次回の、あの、すみません先生のハート教室のゲストとしてもまた大丈夫ですけども、はい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 、質問があります、はい、どうぞ、ですか、はい、結納金の時って、はい、例えば、まあ、あの、はい、ね、札束というか、ね、はい、おびきってない束とかが、はいはい、ありますね、と思うんですけど、はい、その時って、はい、あの、割り切れないようにとかって言って、うん、まあ、昔は500円札があったから500円札入れたりとか、いい質問ですね、はい、あの5000円とか、はい、まあ、1000円はないかな、5000円とか、はい、そういうのを入れるっていうのを聞いたことがあるんですけど、はい、そういうもんなんですか。はい、あの基本的な考え、まあ、基本が合ってないのが結納なんですね、うんうん、で金額も実はですね、あの七五三っていうことで75万3000円の方もいらっしゃいますし、うん、100万円という数字もいらっしゃいますし、130万円、150万という方もいらっしゃいます。どれもあの正解だと思います。でもその金額に関して、まあ、500円札を入れた、1000札を入れた、もう正しいと思います。すがり、まあ、折ってないのですよね。シワがないものを用意していただいて。で、問題はいくら包んだらいいかということを私たちホテルマンに質問してくるんですよ。あ、いくら包めば、いくら包めば、聞きたいよね、聞いとかないといけないよね。あ、じゃあこういう例にしましょう。新郎がお嬢様をいただくっていうかね、うん、あのお嫁さんに来ていただく場合に、お嬢さんをいただく場合にはいくら結納金を包んだらいいでしょうか。うちの娘100万で曲げないよ。おなるほど、うちの娘100万で曲げない。それから本に行きたいってしゃあないなって言って、はい、うん、いくらぐらいだと思います。他にいくらぐらい、ニンニキニギニキニンニキニギニキ、てかいくらだったら出せるじゃないですか。そうだね、そう、はい、いくらだったら出せますみたいな、はい、実はですね、今の間がそのままお客様もその間になります、うん、で私たちに聞き出したいものですから、うん、私たちのホテルマンはお客様にこんな数字をお見かけしておりますよというふうなご案内をさせていただきます、うん、はい、じゃあいくらでしょう。どの数字見かける、どの数字ね、はい、3とか5とか1とか、うん、でもやっぱこう帯に包んであるのをよくお見かけしますね。そうですね、まあ、うん、あの実はこれ正解って言っていいんですけども、正解、難しいんですが、結納金にはですね2種類の考えがあります。皆さん2種類ですよ、うん、今もう一つ正解です、うん、もう一つの考えがあります。じゃあこの結納金って実は何使うかってことなんですよ、うんうん、神父さんがいただきましたよと、神父さん宅でこのねお金をいただいて帯にねしてあるものをいただきましたよ、じゃこれは何のお金なんでしょうかということなんですよ。分かる方いますか。指輪代、あ違うか、指輪代、いいね、スマイル先生の波動教室になってきましたね、だんだんね、分かる方いらっしゃいますでしょうか。指輪代、そもそもですね、結納は結婚をグローケ様で確認し合う、ね、うんうん、いいですか、お嬢さんと結婚させていただいて、あ、どうぞどうぞ結婚してください、じゃあありがとうございますっていう話なんですよ。じゃあめでたいなって言って祝宴になるんですよ、うんうんうん、でその祝宴の
時に皆さん何を話したらいいかですよ。これからの生活だわ。そうなんですよ。でお父様とお母様はもうお会いすることないんですね、お相手の方に、うん、ですからその場で決めていかなくてはいけないことをお話しなきゃいけないんです。あと5分とかです。はい、言っちゃう、はい、で実はですね、何をそこの結納顔合わせもいいんです、結納も顔合わせもそうなんですが、その場でお話ししていただきたいのは結婚式のことについてください、うん、結婚式はじゃあパレスホテル掛川さんでやろうかなとね、はい、お父さんお母さん私たち二人で進行してもいいですか、お前好きにやれよ、お前らって好きなってことやればいいよと、うん、そういう話をしてください。でこの現金は何かと言いましたら、うん、新郎側さんから持ってきた、うん、ね、帯に包んであるものが、うん、当日の結婚式の衣装代に当ててくださいってことなんです、うんうん、衣装代なんだ、この帯っていうのは衣装代っていう、そうなんですよね、意味なんですね。100万だと結構内緒切れるね、はい、だって黙るそこで、まあ、そこまで突っ込んだ人は初めてだったから、まあ、仮にですね今突っ込むのわざと直したんですが、100万じゃない方もいるんです、まあ、100万って言っちゃうと失礼なんですけど、うん、結納金をいただいたら100万円って今言っちゃいましたけども、仮に100万円のもらったよと、いただいたよと、うん、そしたらこれもらいっぱなしはダメなんですよ、はいはい、そうですね、そのうちの何割かを半返しということでお返しするんですよ、うん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 、分かります半返し、はい、だから100万円仮にいただいたよと、うん、じゃあ何を返したらいいか、うん、そういうことなんですよ。よくあの時計とかなんかピポンピポン、正解です ね、 ですけどね、はい正解です、うん、これはどんな書物でもあの書いてあります。だいたい時計、うん、昔ですとカウスボタンとかね、スーツとかね、今の方はですねあのパソコン、ああ新婦さん頭いいよね、一応新郎さんに半返しをパソコンを送ったよと、うん、でその新居で自分が使ってる新婦さんがねあとカメラね、カメラがカメラを結納の半返しにして、うん、よく本人がカメラで撮っていると、うん、まあ、そういうふうにですね皆さんあのちょっと頭使ってお返しされる方も正解です、うん、はい、ですから結納金というのはですね2種類の考えがあって、うん、結納返しがあるパターンでしたらば、先ほど言いました七五三でもいいですし、うん、場合によっては35万円という人もいます、うんうん、はい、50万という人もいます、うん、で半返しあって35万50万って言うとちょっと僕も考えてしまいますので、うん、そのままストレートに100万というね数字をもし結納金を詰めた方はですね、新婦側様は何かお返しをしてください。じゃあお返しするのはいつだってことなんですよ。じゃんじゃか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 じゃん。それっていうの。お湯が入ってるか分かんないよ、湯の時。した後。そうそういうこと。した後。で、いつ湯の品のお返しをしたらいいでしょうか。新居入る時とか。やった。当たり。やった。今日なんか商品券かなんかもらえる。パレスの食事券とか作ってた。そうなんです。新居に入る時なんですね。本当正解ですそれ。なかなか今まで僕も十何年説明してきましたけど、お答えをいただいたのは初めてで。本当に優秀。優秀です。先生、もう一枚あった。これって何ですか。お墓参りを。これって何ですか。これ逆です。お婿さん。例えば。あのカオルさんと秀三郎さんが結婚するときにカオルさんが、うんうん、僕がお婿さんに来てねって、うん、カオルさんちうちにお婿さん行ったよと、うんうん、そうするとカオルさんの方で結納品を用意しなくちゃいけないんです、うん、だから僕はこのお金をもらってお墓参りをね、紋付き袴の衣装代ということでなってます、はい、なるほど、逆になるんです、ね、逆になるんです、逆になるんですね、はい、ということです。そんなガンダであと1分なんですが、今日ゲストに来ていただいた宮城さん、神様、はい、あの妻先生の鳩教室、ちょっと地味なあの番組ですけども、いやいや面白かったです最初にちょっとどうしようかなと思ったんですけど、あのこの辺とかだからね、はい、一応言われが多分この前説明されたと思うんですけど、はいはい、しております。ね、くすりめとか昆布とか、はい、昆布もあの子供はどんどん生まれるとかね、はいはい、その白髪も、はい、共に白髪が生えるまでとかいろいろご存知ですね、言われがいろいろあったりするから、はい、なんかそれをずつまたやると面白いなと思いました。はい、はい、ありがとうございました。参考にします。じゃあ、まあ、もう一人のゲストの方はパレスホテル掛川の佐藤義行さん、はい、ありがとうございました。はい、あのありがとうございました。ありがとうございました。はい、あの勉強になりました。いや、そのことしてた今ちょっと違う世界に行ってた。違う世界に行ってた。はい、来月のですね、あのパレス、あ、ごめんなさい、あのスマイル先生のハート教室はですね、ゲストさんをお呼びしました。
もう前もってゲストさんをお呼びしましたので、あの非常に綺麗な方がゲストさんでいらっしゃいますので、来月皆さんね楽しみにしていただいて、あの有能講座にじゃないかもしれませんけど、そのゲストさんの話題になるかもしれませんけども、ハートな教室でですね終わっていきたいなというふうに思っております。そうですね、はい、では今日の番組はですね、終わる前に16時からはい、桑村みっチャンネルこれですよ、ゲスト平田さん、サンディーナ様、サンディーナさん、サンディーナさん、サンディーナさん、はい、引き続き皆さん番組ご覧いただければと思います。